今日はネジを買いにホームセンターへ。天気がいいので自転車でゴーです。こっちが近道だろうか。通ったことのない道でチャレンジです。今日は本当に天気がいいな。気持ちよい季節です。緩やかなカーブをグイーンと曲がり、ホームセンターが見えてきた。見えたからといってまっすぐに行けるかわからない。園芸エリアを通っていけるような。ここに自転車を止めましょう。車止めが売ってるホームセンターって面白いよね。値段はこんな感じか。いろんなタイプがあるようだ。おっと、目的のネジネジ。ネジ売り場に向かいます。ここだ。カメラに合う4分の1インチネジはどこかな。いっぱいやりすぎて何が何だか。あった、4分の1インチネジ。この一番短いタイプがいいかな。このアクションカムはマクロに弱いのがなんだな。ワッシャーも買います。ネジに対してワッシャーが大きいな。店員さんに聞いたら代用できるワッシャーを見つけてくれました。うん、これぐらいの大きさがいいな。買う数を記入します。どれも大体数円ですからね。大人が良し放題です。ネジを買ったので2階でフィットネス器具をチェック。マットは結局この後に行くニトリで買ったんですがね。厚さをチェックしております。いろんな色がある。おっと、こんなところに分かりやすい見本が。15ミリだとだいぶ厚くなりますね。いつまで触ってるんですか。ははは、触り心地がいいんでつい。こっちも5ミリの差はでかい。同時に触ってみる。おや、こんなところに腕立て伏せの器具が。いいな、これ脳内の欲しいものリストに入れておこう。ネジゲットだぜ。ご自由にお持ち帰りくださいですと。ジャンタクがある。まあ必要ないのでスルーです。途中の道で廃自販機を発見。少年時代に私を虜にしたコスモスである。下がボロボロ。残念、何も入ってなかった。
この後ニトリでマットを買って帰宅しました。ニトリにしたのは少し安かったからですわら。